はい、では続きまして固定資産の除却、廃棄、買い替えというですね内容へと入っていきます。はい、新しい内容のようなところにも見受けられる部分なんですけども、これですね先ほど見ていただいた固定資産の売却、その知識があればもうかなり楽ちん、とてもですね簡単な論点となりますので、あとは勘定科目新しいのがちょこっと出てきますので、そこのですね使い分けさえできてしまえば理屈としてはそんなに難しい話ではないと思います。はい、ではまず出てきますのが除却といったところで、はい、なかなか馴染みのない言葉だと思うんですけども、こちらはですね固定資産使ってるんですけども、その固定資産、備品なんかがですね古くなって、事業の用途から取り除いていく、そして倉庫にひとまず置いておく、そのようなことをするわけなんですが、それを除却というふうに呼んでおります。事業の用途から取り除くというのがですね、除却になります。はい、問題文ですね、読んでみます。備品を耐用年数到来前に除却した、使うのをやめましたということですね。で、そのままひとまず倉庫にですね、入れておきましょうなどというケースを想定してください。なお除却時に除却費用1万円を現金で支払っている。またこの備品の処分価格は4万円と見積もられた。その今現在のですね除却段階での価値、それが4万円ですということです。はい、ということでですね、状況をですね図に書いて簡単にちょっと整理をしておきたいと思います。取得原価が50万円、そして原価償却累計額、ここまでの価値の減少分が40万円。はい、原価償却累計額が40万円ありますので、なのでこの備品のですねこの時の価値はとなりますと、帳簿価格が10万円となっております。で、これの価値が4万円ですよっていうのは処分価格ということですね。はい、つまりこの差額分、帳簿価格との差額分、それがですね損となります。はい、ですのでやってることはですね売却の時もですね同じような形でですね考えておったと思います。買った時の値段から累計額を引いた帳簿価格に対して、売却の時は売れた値段ですね、売れた値段と比較をすることで売却損が出ますということなんですが、今回は除却になりますので除却損という勘定科目を使いますということです。はい、ではこれを踏まえて仕分けをしてみます。
借方備品減価償却累計額40万、そして貸方備品50万ですね、通常の、まあ、間接法での仕分けとなります。はい、そして処分価格が4万円というふうになりますので、これを新しい勘定科目です。貯蔵品というですね、資産の勘定科目で処理をしておいてください。はい、そして差額ですね。はい、こちらも新しい勘定科目です。固定資産除却損、まあ、ネーミングとしてはですね、まあ、そのまんまの勘定科目になるかと思います。はい、そして今回ですね、6万円の除却損が出ているわけなんですが、今回合わせて押さえておいていただきたいのが、除却に関する費用が1万円ありますので、その部分につきましてもこの除却損勘定で処理をしておいてください。まあ、その除却損に除却費用の1万円を載せる形で7万円で、今回現金で支払っておりますので、支払いがありますので、はい、貸方現金1万円というのが入ってきますということです。はい、ということでですね、状況さえ見といていただきました。基本ですね、その売却の時に考えたやり方ですね、それをしっかりと押さえておいていただいたら、まあ、新しい勘定科目、貯蔵品とか除却損という勘定科目が出てくるだけだなということですね。まあ、プラスアルファ除却費用なんかが出てきました、そこは除却損勘定に入れてくださいとなっております。では次ですね、廃棄。はい、これはですね、まあ、その名の通り、もうそのまま捨てちゃいますよというのが廃棄、もう漢字のイメージの通りになります。はい、車両ですね、それを廃棄し、廃車費用5000を現金で支払ったというのが問題です。はい、まあ、これも状況をですね、図に表して見ていきたいと思います。はい、買った時が35万円取得原価です。そして累計額が30万5000円、そしてなのでこの時のですね、賞味の価値、帳簿価格としましたら帳簿価格4万5000円のものがどうなりますかというと、はい、先ほどの除却とかですね、産休から学習している売却のようにもう価値はないということで、これが結局ゼロになりますよと、捨てることでゼロになりますよ。つまりここの部分ですね、帳簿価格がゼロになるということで、まあ、その帳簿価格部分そのまんま損になりますよということです。はい、ですから、まあ、状況としましたら、もうこの、廃棄の時は、価値がゼロになるので、帳簿価格がそのまんま損、まあ、廃棄損という勘定科目で処理となっております。はい、では仕分けの方ですね、見てみたいと思います。
はい、貸し方ですね、車両運搬具35万円、借り方ちょっと長ったらしいですけどね、車両運搬具減価償却累計額、まあ、通常の間接法を用いた仕分けとなっております。はい、そしてですね、損失が出ておりますので、はい、固定資産廃棄損が、まあ、4万5千円といきたいところになるんですけども、こちらもですね、先ほど、除却のところでも出てきたように、今回廃車費用、まあ、廃棄費用が5000円かかっておりますので、まあ、この4万5千円にその5千円分ですね、プラスをしておいてください。ですので4万5000円に5000円足される形になりますから、5万円が固定資産廃棄損。はい、で現金でですね、5000円支払っております。はい、貸し方現金5000円となりますよということです。はい、ということで、やっていることはですね、まあ、廃棄も除却も売却も似たようなことをやっているなということで、まあ、あとは勘定科目の使い方とか、こういったプラスアルファの費用の処理、そこだけちょっと注意をしておいてください。はい、では続きまして、買い替えといったところですね、見てみたいと思います。はい、こちらの買い替えになりますが、これもですね、まあ、イメージがつく通りになるのかなと思うんですが、まあ、その下の問題文を読んでいただいてもいいかと思いますが、車両をですね、30万円で下取りに出して新車90万円を取得をしたということで、まあ、古い資産を持ってます、それをですね売りに出して、で新しい資産を買いましたっていうのはもう買い替え、まあ、日常的に使っているような言葉と一緒だなということです。はい、で処理の方法としましても、考え方は、まず古い資産の売却、これを考えてください。そして新しい資産の購入で、この2つをですね、それぞれ一つ一つ考えていただいて、最後合体させるという形で仕分けをしていただいたら結構です。はい、ではですね、そんな買い替えの処理、それをですね、問題文改めて見てみたいと思います。車両取得原価70万円、減価償却累計額46万円、これを30万円で下取りに出し新車90万円を取得をした、差額の60万円は小切手を、振り出して支払った。はい、ということで、まずは売却の、処理ですね。はい、では状況をまた図に表して、考えてみたいと思います。まず買った時取得原価が70万円。で、減価償却累計額ですね、これが46万円。はい、つまりこの時の帳簿価格ですね。
24万円となります。まあ、当然期中に売却してという文章があって何ヶ月ということがですね、記述があれば当然そこら辺をですね考慮していただいたらいいんですが、今回そこら辺の記述がありませんのでないものとして話を進めていきます。はい、そういった帳簿価格24万円のものが30万円で売れましたと。つまりこの差額分ですね、差額分6万円が売却益となっております。はい、ではまずはこれをですね、表現仕分けとして表現をしてみたいと思います。まず間接法ですから貸方車両運搬具70万、借方ですね車両運搬具減価償却累計額46万円となります。はい、そして代金、売価30万円で売れましたということで、はい、まあこのですね買い替えの時にですね、この売れた値段下取り価格30万円のためのですねお金につきましては、まあひとまずですね現金勘定などを使っておいていただいたら結構かと思います。はい、この後どっちみちですねこの現金勘定につきましては新しい車を買う代金のですね代金として支払われていくという形になりますので、最終的にこの現金消えちゃいますから、まあとりあえず現金で処理をしておいていただいたら結構です。で貸方が、固定資産売却益6万円となります。ということでまず、第一段階としましたら古い資産を売りました。はい、そんなですね、仕分けをひとまずしてください。では続きまして、新しい資産を買いましたといったところの仕分けをしていきます。はい、新しい資産ですね、新しい車を買います。まず借方ですね、車両運搬具新しい車の価値90万円、はい、そしてですね代金としてですね先ほどの下取り価格が差し引かれていきますので、はい、現金30万円下取り部分が引かれます。はい、で残り60万円を小切手を振り出して支払っております。はい、ということで借方車両運搬具貸方現金当座預金という形の仕分けということで、はい、新しい資産の購入
の仕分けを考えました。でこれを買い替えの仕分けとしていく場合はこの2つですね、旧資産の売却と新しい資産の購入の仕分け、これを合体させてあげてください。で合体させるにあたって先ほどですね、下取り代金の分、これが相殺消去されていきます。でここで注意点としましたら、こちらの車両運搬後もですね、同じ勘定科目が使われておりまして相殺消去できそうに思ったりするんですけども、ここは相殺消去しないでそのまま残しておいてください。はい、ですから結論としましては、はい、という形でですね、買い替えの仕分け、旧資産の売却の仕分けと、新しい資産の購入、これを合体させることによって買い替えの仕分けが出来上がるというふうになっております。ですのでちょっとねまどろっこしいような形でですね、時間かかりそうになるんですけども、必ずねもうこの手順、一発でこちらのですね結論にたどり着くっていうのはもう至難の業になりますので、必ずこういったね古い資産の売却、新しい資産の購入という手順を踏んで最後合体させるという手順で問題を解くようにしておいてください。